12月11日必ず勝ちます。おはようございます。今日一日のスケジュールをちょっと言いますね。まあ、朝起きて最初にまずストレッチ、ストレッチをだいたい50分ぐらいして、その後朝走りに行くっていう感じ で朝走りに終わって家戻ってきて、ご飯食べてゆっくりして、次夕方の練習に行くと。で夕方の練習行って戻ってきて、またご飯食べて、でちょっとゆっくりして、でストレッチして、で風呂入って寝るって感じですかね。でまあ試合までも今日でちょうど約2週間なんで、まあこんな感じです。じゃあ皆さんぜひ見てください。じゃあ、朝練に行ってきます。よっしゃ、着いた。これがほんまのラスベガスって感じやな。こっちやろ。試合前2週間前です。これ最後のあのロングディスタンスの走りで、いい感じで終わったんで、あのコンディションもいい感じですね。よし、このまま気合い入れて試合まで頑張っていきます。ふっしよし、いただきます。いい感じですね。朝練後の食事はこんな感じです。すごーか。うん、お米はもう1日2回食べてるから、これぐらいの量だからいい練習もできて、体重もめっちゃ増えてるので、まあ走り終わって出たらあと3キロぐらい、2週間前でしたら完璧。
ちょうど試合まで2週間なんで、結構いい練習もできたんで、この時期でここまで動けたら、まあ、あと試合まで2週間で、もうここからは体調だけ引き付けて、あとはもう神経系のメニューとか、そういうイメージトレーニングとかでやっていけば、まあ、大丈夫かなと思います。でも、ほんまに今回は8月からこのラスベガスに来て、ずっとこのジムで練習してスパーリングパートナーもめちゃめちゃ、まあ、パートナーには今回困らなかったんで、あと世界チャンピオンも2人できて、ドナイルとあとアンジェロもできて、今回はもう万全に仕上がったんで、あとはこのままコンディションだけ落とさずにやっていけば大丈夫かなと思います。まあ、今回の試合はね、俺のスタイルをね、崩さんとやっていけば絶対に結果がついてくると思うんで、それを信じて12月11日必ず。129パウンド。58.5。試合まで残り2週間で3キロいい感じだな。いい感じだわ。まだまだ落ちるな。58.5でこれやったらまだまだいけそうやな。まだ足も結構あるし、いいよ、まあ、全然ええ感じや。顔も全然こけてないし、まだええ感じっすわ。完璧。じゃあ家戻って飯食べよう。飲食はいつもこういったものが作ってくれてます。
ございます。はい、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンピオンサラダ、ついな。分かった。おい、これチャンピオンサラダ、よし、ありがとうございます。いただきます。まず最初はサラダから食べて、その後に最後のメインって感じ。もうできる？できたもん。肉。これ肉と、これ米。これ。あの最強な紙炊飯器。ロカボ。もうこれ届いてからもうやばい。体重もめちゃめちゃ順調で。米を食べながら体重を落とせるっていう、もう最高。糖質最大 45% カットと、あとカロリーが最大多分 40% 以上カットされるから、これはほんまにめちゃくちゃいい。で、まあ、味もめっちゃうまいし、だからもうこれ今減量中やけど毎日米食べれてるもん。最高でね。これはもうめちゃめちゃ簡単。これもう一つのボタンを押したらもう全部変えれるし、糖質カットの米用と普通のやつもできるし、で、あと野菜とかもこうね、スチームこんな感じ。これが糖質カット用のやつだから、下がこういう感じで穴開いてて、これはもう最高。よし、食べようか。よし、今日の飯です。練習後はこんな感じです。結構すごいよ、量も。これぐらいほんまに毎日食べてるから、米もほんまにこれぐらい食べてて、もうなんか不思議なぐらい体重が減るっていうね。うん、うまいわ。ほんまにすごいこの米、マジで。なんでこんなにカットできてんのかっていうぐらい美味しい。うまいわ。肉もうまいし、アメリカの肉はやっぱうまいな。でも試合2週間前にこんだけ食べれてたら十分や。だからこんだけ、まあこんだけ食べれてるからいい練習もできてる。おいしかった。おいしかった。あー、こんだけ食べれたらもう完璧や。これからちょっとゆっくりして、この後はストレッチして、ゆっくりって感じやな。大体こんな感じかな、俺の今一日のルーティン。一日密着、こんな感じです。ではまあ試合まで2週間なんで、このままコンディションだけ整えて、12月11日必ず勝ちます。じゃあこんな感じで終わります。おやすみ。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録頼むで。